様にご披露したいと思います。このトリックショットはお子様だけではなく、もちろん大人の方でも十分お楽しみいただけますし、もう本当に一つのショーとして楽しんでいただきたいと思いますので、ぜひあの2階3階の皆様もね、そちらからもお楽しみいただけますし、近くで迫力のあるトリックショットを楽しみたいという方はぜひ1階のセンタープラザまでお越しいただいて、あの可能な限り近くまでお越しいただけますのでね、お近くでご覧いただきたいと思います。そしてこのトリックショットにはハバさんも参加します。ハバさん、今日もよろしくお願いします。先ほどからね、みんなと一緒にお写真を撮ってるハバさんですけれども、トリックショットもチャレンジしてもらいたいと思います。そして今日こちら人気パークタウンにお越しいただいているお友達にも途中で参加していただく時間があります。見事トリックショットを決めたかっこいいお友達にはプレゼントをご用意していますので、ぜひ後で立候補してください。トリックショットやりますというふうに私が聞いた時に、はいと元気いっぱいに手を挙げていただきたいと思います。さあ、それではまずはどんなトリックショットなのか、栗林プロの方からご説明をお願いしたいと思います。今配置をしてるんですけれども、これから行うトリックショットっていうのはこの並べ方も非常に重要になってきます。ちょっとでもずれてると成功しないので本当に重要です。ではこれはどんなトリックショットなんでしょうか。はい、こちらに、青と赤色の、ボール、カラーボールが2つございます。でここに、短い球があるんですけれども、これを飛び越えて2つ同時にポケットをしてもらいます。はい、皆様今の説明でお分かりいただけたと思うんですけれども、この球をですね、飛び越えて2つのボールをポケットするという難しい技にチャレンジしていただきます。チャレンジしていただくのは斉藤プロです。皆様応援の拍手をお送りください。それでは斉藤プロ、よろしくお願いします。頑張れ。おっと、赤い球が邪魔をしてしまいました。もう一回チャレンジします。なかなか難しいです。障害物球を越えてジャンプして2つの球を落としていただきます。では皆様もう一度応援の拍手をお願いします。斉藤プロ頑張れ。あらら、手玉の方が落ちてしまいましたけれども、なかなかこれ配置が難しいようですね。ちょっとでも歪むとプロの選手でも決めるのが難しい、それがトリックショットです。今栗林プロが慎重に配置をしてくれています。さあ、それではもう一度チャレンジしていただきましょう。お願いします。赤い球が残ってしまいました。なかなかこれ難しいですね。これは非常に難易度が高い。代わりに栗林プロが挑戦してくださるそうです。なかなかこうプロの選手でもトリックショットって本当に難しいですよね。こう一発で決めるっていうのが本当に難しいこのトリックショットに、今度は栗林プロにチャレンジしていただきたいと思います。皆様応援の拍手をお願いします。栗林プロ頑張れ。
スプロありがとうございます。さあ1つ目のトリックショットをご覧いただきました。だんだんと技が難しくなっていきます。上から見ている皆さんもこれはどこに入れるんだろうというふうに予想しながら楽しんでいただきたいなと思います。先ほどとは違った配置になっているんですけれども、今度はどんなトリックショットになるんでしょうか。ボールの数も増えてますね。ビリヤードっていうのは試合でももちろんそうなんですけれども、白のボールのことを手玉と言いまして、白の手玉はポケットに入ってはいけないものなんですね。なのでそれ以外のカラーボールをポケットに入れるというルールになってます。ではこれはどういったトリックショットなんでしょうか。はい、こちら4つ、カラーボールがあるんですけれども、まず白いボールをつきます。白いボールをついて4つ同時にポケットしてもらいます。はい、白いボール手玉をついてですね、4つ同時にポケットにインするという難しい技にチャレンジしていただきます。チャレンジしていただくのは斉藤慎太郎プロです。皆様応援の拍手をよろしくお願いします。だいぶ緊張してはりますよ。もしかしたら試合以上に緊張してるかもしれないです。お見事、綺麗ですね、すっきり。こうなんか見ているだけでおおっとあっという間にポケットに入りましたけれども、さあどんどんと難しくなってきます。あとでハドさんやお友達にもチャレンジしていただくトリックショットがありますのでね、ぜひ皆様楽しんでいただきたいと思います。さあまた違った配置になってますね。これ見てるだけではどんな風に入れるのか難しいと思います。想像もできないですが、これはどういうトリックショットですか。はい、こちらも、1、2、3、4つですね、4つのカラーボールがあるんですけれども、この手前の茶色のボールですねに、まず当てます。この15番ですね、この茶色いボールがこちらに入ります。でその後に時間差で、13番に白いボールが当たります。で白いボールと赤いボール、これが こちらのサイドポケットに入ります。で白いボールがですね、15番に当たって13番に当たって、ここのクッションに当たって、さらにこういうふうによろしいですか。難しいですね。説明を聞いてるだけでも時間差でまずこれがここに落ちて、これがこれに当たって、もう考えるだけでも大変そうなんですけれども、この難しい技にチャレンジしていただくのは桐山雄二プロです。皆様応援の拍手をお願いします。本日初登場、桐山雄二プロ、それではよろしくお願いします。お見事、あっという間でしたけれども、時間差でポケットに落ちる様子、上からもねお楽しみいただけたんじゃないでしょうか。綺麗ですよね。トリックショットっていうのは普段はこのお隣で行われているような試合ではなかなかこう見ることはできないんですけれども、こういった技もこう試合中に生かして皆さんすごいプレーをされているんですね。今日は2日目ということで、隣の会場ではですね、第13回競歩オープンというビリヤードの熱い戦いが繰り広げられています。そしてこちらのコーナーではプロのビリヤード選手によりますトリックショットのショーを皆様にご覧いただいてます。さてカラーボールが5つ登場しました。これはどんなトリックショットになるんでしょうか。はい、今度はですね1個増えまして 1,2,3,4,5 個、カラーボールがございます。白いボールをついてワンショットで、5つのボールを同時にポケットしてもらいます。これを田畑にやってもらおうと思います。あら、栗林プロからの無茶ぶりですけど、田畑大丈夫でしょうか。今のお話聞いてましたでしょうか。田畑、ですね、手玉をついてもらって5つのカラーボールを同時にインするということなんですけれども、まず持つのが大変。頑張って持ってもらいましょう。さあでは羽ばたんがつくという珍しいショットです。
すごいね、浜さん一発で成功しましたね。これであのプロフィール欄に特技ビリヤードって書けますよね。さあ浜さんも成功したというトリックショットなんですけれども、後でまた違うショットをねお友達にもチャレンジしていただきたいと思います。で見事成功したお友達にはプレゼントも用意してますのでね、その時はぜひみんな元気よく立候補よろしくお願いします。さて今度はちょっと不思議な並び方になってますけれども、何なんでしょうね、カラーボールが6つ登場しました。だんだんボールの個数も増えていっていますね。今栗林プロが一生懸命並べてくれていますが、これはどういうショットなんでしょうか。上からご覧になられている皆様もねぜひ想像していただきたいと思います。浜田さん可愛いですね、本当に癒し系ですよね、浜田さん、ね、もう一回やってみますか。それは運ってことなのかな、悩み中、どうしよう、頑張ってくれるそうなんですけど、本当ですか、本当、浜田さん、ちょっと難しい、もしかしたらもう難しいかもなんで、呆然としてるんで、ピカチュウさんに頑張ってもらいましょうか、浜田さん、ここはね、ちょっと、さっき成功したとこだし、じゃあ、これ、どういうショットか、ご説明お願いします。はい、今度はまた1個増えましてですね、6個こちらにあります。各ポケット、6個あります。1個ずつ全部あります。で、こちら蝶々のように並んでて、こう蝶々のように入っていくということでバタフライショットという名前がついています。それではピカチュウにお願いしたいと思います。はい、じゃあバタフライショットピカチュウにお願いしたいと思います。みんなピカチュウ頑張ってと大きな声援をよろしくお願いします。せーの、ピカチュウ頑張って。さあそれではついていただきましょう。バタフライショット決まるでしょうか。お見事。上から出てるお客様いかがですか。本当に蝶々みたいに綺麗にこう羽が広がっていくようなね、そういった美しいショットをご覧いただきました。トリックショットの中でもこのバタフライは女性らしいちょっとこう綺麗な感じのトリックショットで、その他にはこうスピード感あふれるトリックショットなどいろんな種類のものがございます。さあでは今度はシンプルな並びですね。ではここでお子様にチャレンジしていただくトリックショットのコーナーとなります。先ほどもお伝えしましたけれども、見事成功したお友達にはプレゼントをご用意していますのでね、このビリヤードの先から登場しているこの棒を Q と言います。皆さんにマイ Q とあとニッケさん あのオリジナルキャラクターのウールンのプレゼントいたします。では、何名様チャレンジしていただけますか。7名のお友達にチャレンジしていただけます。やりたい人、はい、はい、じゃあ一番前に来てください。はい、順番に7名のお友達、早いもん中ですよ。1、2、3、4。では赤い T シャツの僕も、はい、では女の子も1、2、3、4、5、6、あと1名いきますよ。6名様で締め切りますか。遠くの方でじっと見ているお友達いますけど、どうしましょう。やりたい人降りてくる。あ、それで1、2、3、4、5、6、7名様揃いましたね。ちっちゃいお友達はちょっと抱っこしてチャレンジしてもらいましょうか。さあではどうしましょう。お手本をまず見せていただく方がいいですかね。では今からみんなにしてもらうトリックショットはこれです。お兄さんが今からするからね、よーく見といてね。では斉藤プロがお手本を見せてくれます。白い手玉をついて
て3つ同時に入れる。どう、できそう？できそうという力強い声をもらいました。じゃあ男の子に聞いてみようかな。成功するかな？無理。なかなかね、こう自信があるお友達とないお友達といますけれども、まずはトップバッターの女の子にお名前聞いてみようかな。お名前教えてください。ゆきちゃん、ふきちゃん、ふきちゃん、素敵なお名前、いくつ？5歳のふきちゃんが今からチャレンジします。じゃあスタンバイ、こっちの方でお願いします。お母さん、よかったこっちから写真撮ったら、はい、ふきちゃんのかっこいいショット撮ってくださいね。さあ、では皆様、ふきちゃんが成功するように大きな拍手で応援よろしくお願いします。ふきちゃん頑張れ。すごい。さっきふきちゃんにインタビューした時に、できると思うって言ったら、できそうな気がするって言ってくれましたからね。じゃあふきちゃん成功おめでとう。さっき着いた時のね、この子をキューって言います。キューと、あとウールのぬいぐるみをプレゼントします。またこれ使ってね、お隣で遊べるから、ぜひ遊んでください。さあ、では続いてのお友達、お名前を教えてください。ちひろちゃん、いくつ？7歳。宿題全部終わった？あとちょっとだけということでね、今日は宿題はあとちょっと残して遊びに来てくれました。じゃあちひろちゃん、こちらの方にスタンバイお願いします。さあ、ではちひろちゃんが成功するように、皆様大きな拍手で応援よろしくお願いします。ちひろちゃん頑張れ。おめでとう。早かったですね。全然緊張してないのかな、ちひろちゃん。じゃあちひろちゃんにもキューをプレゼントします。このウールのぬいぐるみもどうぞ。宿題頑張ってね。じゃあここで男の子登場です。お名前教えてください。小太郎くん、小太郎くん、さっきちょっと自信ないって言ってたけど、どうかな？無理というふうに、ちょっと自信なさげな小太郎くんですけど、皆さんで応援してあげていただきたいと思います。じゃあスタンバイお願いします。じゃあ小太郎くんが成功するように、皆さん大きな拍手を送ってあげてください。小太郎くん頑張れ。あ、惜しい。あと一歩だけだから、もう一回チャレンジしよう。リラックスリラックス、肩回して。今ね、緊張してるからね、たくさんの人が見てるとやっぱり緊張しちゃうよね。さあ、では小太郎くん、次は成功させてください。みんなで応援よろしくお願いします。小太郎くん頑張れ。お見事、よかった。自信ないって言ってたけど、ちゃんと成功したじゃないですか。よく頑張りました。じゃあ小太郎くんにもキューのプレゼントです。さあ、続いてはいきなりめちゃくちゃちっちゃいお友達ですね。お名前と年齢を教えてください。熊井千里さん、3歳。小太郎くんの妹さんかな。千里ちゃん、じゃあこっちに行こっか。はい、お姉ちゃんとお兄ちゃんも近くまで、よかったらついてってあげる。緊張してるから。3歳です。3歳でビリヤードデビューですよ。すごいな。じゃあ3歳の千里ちゃんが成功するように、皆様拍手で応援よろしくお願いします。頑張れ。わー、すごい。ビリヤードプロに抱っこされて、見事ビリヤードデビューを果たしました。千里ちゃんおめでとう。じゃあキューとウールンのぬいぐるみプレゼントです。さあ、緊張してる。お名前教えてください。大輝くん、緊張してる？緊張してないって。ということは、かっこいいところを見せてもらいましょう。どうぞこっちにスタンバイお願いします。大輝くんは安心してください、履いてますよが得意だそうです。さあ、そのぐらいのリラックスした気持ちで
ました。大輝くんかっこいい。じゃあこちらで給与プレゼントします。おめでとう。いい、嬉しいかな。嬉しい。クールでかっこいい大輝くんがかっこよく決めてくれました。では続いてのお友達、お名前教えてください。りんかちゃん、何年生ですか？5年生、リアドはやったことは？あります、経験者です。さあ、ここへ来て経験者のりんかちゃん、かっこいいですね、5年生。さあ、もう構えももう大人っぽいですからね。ではりんかちゃんが成功するように皆様拍手で応援よろしくお願いします。お、一人で、すごいじゃないですか、リンカプロ。こちらであのプレゼント受け取ってください。さすが経験者、落ち着いてますね。さあ、ではお名前を教えてください。ラストの男の子ですね。コウタロウくんです。緊張してる？お父様もお母様もビリヤードのプレープレイヤーという2世の孝太郎くんが今から着きます。まだね、ちっちゃいですから、抱っこした状態でビリヤードデビューになるんでしょうか。では皆様拍手で応援お願いします。お、お見事。さすが、血筋は争えないですね。落ち着いたショットでした。孝太郎くん、おめでとう。じゃあこっち来てプレゼント受け取ってね。やっぱりお父様もね、お母様も名プレイヤーということで、孝太郎くんの未来が本当に楽しみですね。ということで、以上お子様チャレンジのコーナーでした。ありがとうございました。このトリップショットのショーは夕方にもございますので、あの今チャレンジできなかったお友達はぜひ夕方の部にお越しいただきたいと思います。昨日と今日と2回ずつこのトリックショットのショーを行っているんですけれども、昨日2回で、今日があのまず1回目ということで、夕方にもう1回あります。アバちゃん、そしてピカチュウ、お子様とね、皆さんにチャレンジしていただきましたけれども、ここからはまた再び難しいトリックショットへと進めていきたいと思います。さあ、ボールがたくさん出てきました。カラーボールが1、2、3、4、5。これはどんなショットなんでしょうか？はい、こちらはですね、6個、テーブル上にあります。このピンク色のこのボールに当てまして、ここの5個が同時に入り、白いボールが1クッション、2クッション、3クッションでこの5番を通して計6個ポケットしてもらいたいと思います。お願いします。さあ、今説明にありましたように結構難しいです。5個一気に入った後クッションしてあちらのオレンジが入るというね、難しいショットにチャレンジしていただきます。チャレンジしていただくのは斉藤プロです。皆様拍手で応援よろしくお願いします。斉藤プロ頑張れ。お、もう一回いきます。ちなみにこのトリックショットのショーももう終盤ということで、難易度的にはかなり難しいショットになってます。徐々に徐々にこうランクアップしていってますので、もうね、本当にこれは難しい技になりますのでね、皆さんも成功するように2階からも3階からも応援よろしくお願いしますね。さあ、今慎重に栗林プロが配置を行っています。この配置がちょっとでもずれてしまうと、いくら斉藤プロの腕が良くても入らないというね、難しいです。
本当に難易度の高い技にチャレンジしていただきます。それではもう一度拍手で応援よろしくお願いします。斉藤プロ頑張れ。お、すごい。あー、もう一回じゃあ行きましょう。3度目の正直、もうでもあのオレンジも入るかなっていうぐらいも微妙なところでしたけれども、すごいですね。あまりにもこのカラーボールの動きが速すぎて目で追うのも大変でした。上から、ね、ご覧になっている方もすごい綺麗なんじゃないかなと思います。先ほどの、ね、バタフライショットもこう蝶々が羽ばたく感じで綺麗でしたけれども、これも本当にあのボールの数が多いので、上から見ててもすごくお楽しみいただけるんじゃないでしょうか。さあ、それでは3度目の挑戦になります。斉藤プロに皆様応援の拍手をよろしくお願いします。浜さんも応援してます。斉藤プロ頑張れ。お、いった。おめでとうございます。いや、スピードがありすぎてこっちに落ちてこっちに落ちてと目で追っかけるのが大変ですけれども、非常に難易度の高い技にチャレンジしていただきました。さて、このトリックショットのショーもいよいよ終盤へとなってきましたので、どんどんと難しい技になってきます。トリックショットはこの配置も非常に重要でして、1ミリでもずれてしまうといくら正確に狙っても入らないですね。それはあのビリヤードの試合でも同じで、ちょっとでもずれると狙ったところに入らない、本当に繊細なゲームと言えます。さあ、今栗林プロが慎重に配置を行ってくれていますが、ボールの数が一気に増えまして、カラーボールが 1,2,3,4,5 10個出てます。そしてテルマというこの白いボール、これは基本的に9でつくんですが、これも2つ出てきましたが、どんなショットでしょうか。はい、今度はですね、斉藤プロと桐山と2人同時に、ついてもらいます。で、同時について、5個、計10個ですね、10個が、一発でなくなります。はい、同時について10個が一発でなくなるということなんですけれども、これどうでしょう、皆さんにカウントダウンしてもらった方がいいですか。じゃあ会場の皆さんに3、2、1どうぞという掛け声をお願いしたいと思います。どうぞ、どうしましょう。3、2、1、3、2、1ポンってついてもらうふうにしましょうか。じゃあ会場の皆さんも一緒に掛け声をお願いします。ではいきますよ、せーの、3、2、1。あっという間です。すごいですね。浜さんも拍手してもう感動してますけれども、かなり綺麗に決まりました。同時について10個のボールが一気に落ちるというね、すごい技を見せていただきました。さあ、それではこの時間最後のトリックショットとなります。今までさっきみたいにこう一気に10個落とすようなこう派手な感じのトリックショットもあれば、バタフライのように優雅な感じのトリックショット、いろんなものがございますけれども、今度はスピードのあるトリックショットを見ていただきたいと思います。最後は栗林プロに挑戦していただきます。はい、こちらに2つのボールがあるんですけれども、この9番を落とします。ですが、まずこの白いボールをついたら一旦こちらの方に動かします。で、ここからバックスピンがかかりまして、このまま戻ってきて9番を落としたいと思います。はい、今回はバックスピンが見れるということで、マッセという技をご覧いただきたいと思います。ではトリックショット、この時間最後になります。皆様拍手で栗林プロの応援よろしくお願いします。栗林プロ頑張れ。お見事、マッセ
ご披露いただきました。さあ皆様お楽しみいただけましたでしょうか。この時間はプロのビリヤード選手によりますトリックショットのショーをご覧いただきました。この時間お付き合いいただきました斉藤プロ、桐山プロ、栗林プロに今一度大きな拍手をお送りください。そして浜田にも大きな拍手をお願いします。ピカチュウにもお願いします。さて夕方にももう一度このトリックショットのショーがございますので、お時間ございます方はぜひ夕方の部もお越しいただきたいと思います。そしてお隣では第13回兵庫オープンというビリヤードの試合が開催されていますので、先ほどのようなトリックショットはないですけれども、選手の皆さんの熱い戦いをご覧いただきたいと思います。それではこの後も日経パークタウンで楽しいひとときをお過ごしください。ありがとうございました。ゲームのスタンバイをお願いいたします。大西プロ、杉原プロ、福本プロ、竹中プロ、高橋プロ、吉岡プロ、ゲームのスタンバイをお願いいたします。
勝者3回戦の試合の方を進行していきます。2番テーブルです。 JPBA 高橋邦彦プロ、 JPBA 吉岡雅人プロ、高橋プロ、吉岡プロ、2番テーブルです。4番テーブルです。 JPBA 大西東プロ、 JPBA 杉原忠津プロ、大西プロ、杉原プロ、4番テーブルです。7番テーブルです。 JPBA 福本宇太郎プロ、 JPBA 竹中博史プロ、福本プロ、竹中プロ、7番テーブルです。
いですよ、今日お色でも。